鹿児島 SDGs セブンティーンカラーズ。この番組では SDGs に取り組む県内の企業や人を紹介します。今回ご紹介するのは構成産業。ファミリアンハイカラ亭や寿司まどかなど九州4県で51の飲食店を展開しています。もう地元の新鮮な魚、もう本当に美味しいやつを毎日自分の目で確かめて仕入れをしております。お客様に地元の商品を食べてもらうということをうちもやっぱりしっかりとお客様に提案しないといけないと思いますね。それも外国産とか国産とかいろいろありますけど、やっぱり地元のものをやっぱり美味しく食べてもらうというのは私たちの使命だと思ってますね。構成さんの魚は、食べたらコリコリするねとか味があるねとかっていうのがだいぶこう浸透してきてですね、非常に今好評だとお聞きしております。市場で仕入れた魚は寿司まどかを中心に各店舗へお届け。市場直送の新鮮で旬なネタを提供しています。おいしい。地元のお客さんはもちろん外国人観光客向けの取り組みも。お寿司握り体験というものをしてるんですけども、やっぱり日本の和食というか文化料理ですごく好きですので、お寿司を食べるというところか作るということがすごく喜んでいただいて、鹿児島の人口というものが減っていく中で、要するに海外のお客様、その交流人口をどんどん増やしていかないという思いがありましたので。海外からのリピーターもいるというお寿司握り体験、観光の目的の一つになるほどの食を通じた地域貢献です。外食産業において、食材ロスは大きな課題の一つと言えます。まずは美味しく食べきっていただくことが前提なんですが、その中でどうしても持ち帰りたいというご要望があったときに、その衛生上のリスクを考慮した上で専用の持ち帰りをお客様にお渡しする取り組みを行っています。廃棄ロスの削減もしくは持ち帰りの文化の定着普及に貢献できればと考えています。環境省が推奨する食品ロスを削減するアクションもってこう、ファミリアンハイカラ亭全店舗に導入。容器は環境に配慮した FSC 認証製品です。以前から環境問題には取り組んでいたんですけれども、社内の中では周知されていませんでした。持続可能な社会を築いていくために、私たち一人一人の意識と行動が必要だなと思い、食に携わる企業として構成産業だからこそできる取り組みに力を入れていきたいと思いました。2023年11月に社長直轄の組織 SDGs 推進室を設置。部署や性別を問わないメンバーで構成され、 SDGs への取り組みに力を入れています。食に携わる企業として外食産業の課題である地産地消、食品ロスの削減はもちろん、笑顔あふれる食空間づくりを通じて従業員、地域、社会へ笑顔を広げていく食の SDGs を実践していきたいと考えております。また従業員にとって働きがいのある職場づくりを目指し、育休の取得や時短勤務を推進しているそうです。みんなで鹿児島 SDGs。